皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年3月29日金曜日でございます。気温は17度、17度ですよ、17度。いや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 、ちょっとそれほど暖かくなっているのも僕は感じないなっていうことを感じます。はい、そうなんです、そうなんです。このスタジオ自体が暖かく感じないのはなぜですかね。やっぱり僕に眠気があるからでしょうか。そうなんです、本日放送に臨ませていただいているにもかかわらず、僕はとってもとっても眠気に襲われて、今こっくり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 、ああ危ない危ない。そうですよ、もうもう眠っちゃったらいけませんからね。そういうようには、はい、思っております。もちろんすごいすごい気合入って臨ませてはいただいてもらっているのでございますけれどもね。そうですよ、毎放送毎放送すごい僕はもうもう過剰に、もう放送にすごい情熱を注がせていただいております。それほど、はい、頑張っている点だけはお忘れなきようお願い申し上げます。にしてもですよ、そうなんです、ちょっと寝不足でして、日夜働いてますので、はい、もうもう仕事仕事、日夜日夜、考え事考え事、そういうものに追われてますので、唯一空いた時間っていうのがもうもう寝る時間くらいしかないんですよね。そのじゃあじゃあ寝る時間を削ってちょっと娯楽をしようみたいなところがあるのでございますよ。ですから僕が本当に最近唯一遊んでいるっていうのはもうもうスマホのゲームでございます。はい、もう本当にこれぐらいしかもう遊んでいるものがございません。テレビも全く見れてませんし、ですからそのもう寝る時間を削ってじゃあちょっと遊ぼうみたいにしているわけですよ。ですのでもうもう本当に眠くなっちゃうのでございま、こっくり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 、はあ、もうもう大丈夫です、大丈夫です、もうもう大丈夫です、もうもうこっくりこっくりしないと思います。でも眠いとなんで寒さが増すんです、体感気温が下がるんです、眠いとなぜ寒くなるのか、それを何とぞお教えくださいませ。動物的な機能の仕組みをお教えくださいませ。ぜひともよろしくお願いをいたしますね。はい、眠気があるとなぜ寒く感じるのか、そうですよね、寒く感じますよね、多分体温下がってますよね。そういうことでございますから、17度っていうその気温、はい、これに関しましてもそれほどなんか暖かく感じない、はい、そんな放送中でございました。そんな放送中で、でももうもういよいよ春ですよね、いよいよ春ですよ。17度ともなりますと、もうだって4月も間近ですから、4月になれば何がありますかね。4月の話題は4月の話題で、また何か、はい、日々日々考えたいと思いますが、今日も特に話題はございませんよ。そう言わせていただきます。
はい、スマホゲームを夜中にしちゃったくらいでございまして、他には特に3月29日見に行くの日、どうです、何かあります、見に行くっていうこと、見に行く、他には思いつけませんね。はい、もう甘噛みしてすみませんね。はい、じゃあ行きましょうか。もう雑談していても特にこれといった言葉が出ませんしで、ね、何か僕にもうちょっと知識があればな。そしたらほにゃほにゃあきらさんみたいにちょっといろんな情報番組的なことで、はい、放送、役に立つ放送になれると思いますもの。そうですよ、そうなんです、もうちょっと僕は皆様に役に立つ情報をお届けしたい、それはちょっとは思っているのでございますよ。でもただ単に僕に知識がないのでございます。ですから何か情報ありましたら、はい、皆様に拡散させていただきますので、情報をよろしくお願いいたします。何かためになる、はい、知っていてお得になるとか、そういうことを皆様にお便りしちゃいます。それら情報を共有させてくださいませ。そうですね、例えば僕なら知っているのは、まあ10円玉、これに酢を垂らすとピカピカになる、もうこれくらいしか知りませんよ、これくらいしか。まさか今の情報を聞いて、え、そうなのみたいになられた方はいらっしゃいませんよね。もうこれに関しましては、日本人の方の9割がご存知である、そういうように僕は感じておりますから。ですのでもうあんまり役に立たない、はい、知られ尽くした情報でございました。あとはなんだろうな、あとはこっくり、ああもうならないって言ったのにまたなってますよ。大丈夫です、冗談です、はい、本当にこっくりとはなっておりません。ですので、はい、ご安心くださいませ。それでは今日も、はい、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。行かせていただきますよ。はい、もうじゃあお次のコーナーはお夕飯コーナーでございます。昨日の僕のとのことでして言わせていただきます。僕の昨日のお夕飯はお豆腐バナナの味付けいろいろでございます。それというのもこちら、はい、お豆腐バナナ、これはもうまあ普通に美味しく食べることができるものですが、じゃあこれに新たに加わった調味料たちを使ってみようよということで試してみました。一見何もかかっていないように思いますが、よく見ると濡れてますよね。そうなんです。何を使ったかと申しますと、まず味の元となる、はい、調味料、これをかけます。はい、いっぱいいっぱい、お豆腐にもバナナにも、それからその上からみりんをドシャドシャドシャーっとかけます。それによって本日の、昨日のですね、昨日のお夕飯は完成ということでございまして、まあ完成はしましたが、
完成はしましたが、どうなんでしょうね。ちょっとよくわからないな。まあ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 、やっぱり僕はみりんがちょっと苦手です。昨日も言わせていただきましたが、みりんってどうしてもアルコールの味がちょっと後味であるじゃありませんか。ですからそれがどうしても僕には美味しく感じないんですよね。はい。ですからアルコールの後味がして、やっぱりちょっと残念な結果になっちゃったかなっていう感じがします。アルコールが好きな方でしたならば特に問題ないかとは思いますけれどもね。そして味の元となる調味料、これがこれがまた難しいところですよ。みりんによってちょっとかき消されちゃったかもしれません。ですからシャクっていう感じはしまして、はい、ちょっとシャリってするんですよね、この味の元となる調味料は。はい、そのシャリッという感じがするっていうぐらいで、まあまあなんか味わいはみりんに持ってかれちゃったんじゃないかな。あ、みりんというよりバナナですね。バナナの甘みが強いのでバナナに持ってかれちゃってるっていう感じがしました。バナナは美味しいです。バナナは普通に美味しいですと言わせていただきまして、バナナは甘みがあってとってもとっても美味しかったです。ちなみにこれら、はい、総材料費はお豆腐が100円、バナナが60円、調味料は10円くらいにしましょうか。ということで170円くらいじゃないですかね。どうですか、170円でしたならばちょっとやってみようかなっていうお気持ちになりました。いやいや、170円はむしろ高いよって思われました。そうですよね。なんとなくすごい美味しそうに見えるものでも100円で作ってますみたいなのが世の中には多いじゃございませんか。あれってあれなんです、本当に100円でできちゃってるんです。本当に100円で、でも100円分のそのなんていうか、うまく材料を整えるのが難しいですよね。一気に量を作って、それでなんていうんですか、小分けにして100円でございましょうか。そこら辺もちょっと分かりませんが、僕はもうちょっとそうしたお料理の知識も入れるべきでございましょうかね。全く知識がないんですよ、お料理に関しまして。これはもう本当に驚くべきその未知識でございますよ。ですから僕にお料理のいろはを教えていただけますと幸いです。はい、そうですよ。ちょっと思い浮かびません。はい、いろはで何かちょっと面白いことをやってみようかなって思ったんですけれども、全く思い浮かびませんでした。すみませんね、本当に。もうじゃあとのことでして、今回の味付けは微妙ということで、お豆腐バナナ調味料はちょっと考えものっていうところでございましょうかね。はい、そうでございます。やっぱりみりんですよ、僕の中で使い道がちょっとわからなくなっちゃってるのは。このみりんのアルコールっぽさ、これを消す方法ってございませんのです。そこどうですか、どうです。味わいを、その味わいというか、はい、なんかアルコール臭を消す方法、これ本当に僕アルコールが苦手ですから、本当に苦手なんですよね。ですから
困ったな。まだまだいっぱいあるよ、みりんが。はい、そうなんです。ですので使い道に困ってます。どなたか使い道お教えくださいとのことでして、昨日のお夕飯コーナーでございました。ではでは行きましょうか、お一言お便りのコーナーに。はい、行かせていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、お便りエブリデイエブリデイありがとうございますです。からエブリデイエブリデイ僕は嬉しいでございます。もう本当にありがたいばかりでございます。三ピアさん本当に感謝しておりますからね、これは強く強く言わせていただきます。じゃあそんなサンピアさんよりいただきましたお一言拝見したいと思います。じゃん、え、どういうことですか、これはどういうことだろう、どうなんだろう、これはもうこれはちょっと難しすぎますね。はい、ありえないような状況だとは僕は思いますよ。はい、でもまあ例えばそういうっぽいものがあるのでございましょうか。いやっぱりちょっとありえない感じですかね。じゃあご説明しましょう。はい、ご説明したいと思います。まず大空を舞う、はい、ワシとかタカとかスズメとかカモメとかそういうものがいるじゃありませんか。そういう生き物が、そういう生き物を総称で何って言います。はい、何です。はい、もうそれ総称で言うなら、あれだよねってなられますよね。はい、総称で、はい、ぜひとも思い浮かべてみてくださいませ。カモメ、スズメ、はい、それらをなんて言うか。そうですね、まあ、焼きほにゃとかも言いますしね。あとほにゃそぼろとかも言いますかね。はい、ほにゃそぼろ、あとはほにゃめしとかも言いますよね。あとはあとはなんだろうな。でももうお分かりになられましたよね。はい、まずはそれを冒頭に置いてください。それがですね、それがなんと、はい、なんとひらひら飛ぶもの、虫です。虫、はい、ひらひら飛んで花の蜜を吸う。はい、ひらひら飛ぶので蜂じゃございませんよ。はい、ひらひら可愛らしい、はい、ほにゃよ花よと育てられましたみたいな言葉でもありますよね。はい、ほにゃよ花よと、そのほにゃでございます。はい、それになっちゃうっていうことでございますよ。はい、大空を舞うものがそのひらひら舞うものになっちゃうっていうのが本日のお一言でございます。どういうことだと思います、皆様。なんとなく思い当たることございます。なんでこれなんでしょうね、どういうことでしょうかね。それがとっても不思議です。はい、とってもですから、もしもお分かりになられましたら僕にも教えていただけませんか。
なんでこの一言があるんだろうっていうこと、それとももう本当になんとなく思いつかれたんでございましょうかね、それともちゃんと現実に何かしらのものがあるのでございましょうかね、そこら辺がとってもとっても気になります。ですからはい、僕にその真相を教えいただけますと幸いです。今回の一言はいただいたことによってただただえってなっただけでございますよ。はい、本当にどういう感想かって言ったら、やっぱりえただただえでございます。はい、ですのでまあまあ、もしかしたらある種美しくなるっていうことをそのあれにひらひら舞うものに例えていらっしゃるのですかね。なんか例えば醜いアヒルの子とかいるじゃないですか。それがまるで最初はもう本当に1話だけなんか種類が違ってる、はい、醜いって言われていたものがやがて花開く、そういうようなことの意味で、はい、あれなんですかね、使われているんですかね、もしかしたら。そんなことを推察しつつ、あとはもうギブアップでございます。はい、もうギブアップでございますよ。そういうことでございまして、じゃあ行きましょうか。サンピアさんよりの一言、お分かりになられましたかね。そうですよ、あれですよ、ほにゃ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 、菜の葉に止まれのほにゃ、はい、漢字一文字でそれを言ってくださいませ。漢字一文字のほにゃでございます。はい、それでございます。もうここまで言ったらお分かりですよね。はい、と思います。そう思いまして、はい、もう行かせていただきますね。じゃあいい加減に、はい、甘噛みしましたが、では行きますよ。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。鳥が蝶になる。